は9月4日、今、北京駅の前に、これから、ウランバートルに向かいます。それにしてもすごい駅ですね。すごい駅ですね。こんな具合です。やっとウェイティングルームに入りました。これが北京駅の中央の様子です。まあ、こんな感じですね。さて、いよいよウランバートル出発です。これがウランバートルの駅の北京駅の本線です。随分長いですよね。20両ぐらいあります。私の車両で、そこです。はい。これが部屋です。はい、いいよ。はい、お名前は？オットボン・バイエルと申します。オットボン・バイエル、よろしいね、はい、よろしくお願いします、はい、で、ここは何でしたっけ？ここは、私たちは、うん、財産展望台っていうところに出てきてます、ね、はい、ここは76年に作られた、うん、オランバートルの南側の、うん、小さな丘の上にあるわけね、うん、あるこういうコンクリートで作られた、こういう感じですね、感じの中には映画あります ね、はい、ね、マザック映画で、これがウランバートルの市内、市内町を一望できる、一望で広く見えることはできます。ロシアの国境の町に降りたところなんですけどね、もうとにかくびっくりしますね。で、国境に降りた途端にですね、我々の乗ってたこの汽車がですね、また一度になって、牽引してたトラックがなくなっちゃったね、こういう感じですよ。とにかくまあびっくりすることが多いですね。